皆さんこんにちは、野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。これが、上半期最後の6月末の最後の、動画になると思いますけれども、なんでその上半期とか6月末とかいうことを騒いでるかと言いますと、実はですね、オーストラリアは、会計年度が6月末締めで7月から始まるんですよ。でなんでその12月末締めじゃないかっていうのは、もう答えは簡単で、12月末はもともと12月に入ってから1月末ぐらいまではみんな夏休みに入ってますので、それでもうとてもじゃないけどそんな時に会計の締めとか絶対できないということで、この一番寒い、6月の21日が今年は、冬至ですかね。こちらは日が一番短いんですけれども、もう今は、みんな仕事をしている時期なので、会計も、それで閉まるということで、予算とかもほとんど全て、7月1日から新しいのが始まるということで、今が一応なんか年末の雰囲気なんですよ、締めの雰囲気なんですよ。ということでですね、この、上半期最後の、2019年度会計の最後の、ビデオということで、今回は、何をやろうかと言いますと、この、2020年、1月からこの6月末までに出版した論文の話をしたいと思います。実はすごいいい、気でして、COVID-19 があったにもかかわらず、逆にあったから論文書きができたのかもしれませんけれども、14本の、ピアレビューのジャーナルを、2020年に、1月から6月までの間に、出すことができました。それで、Google スカラーで見てみたら、私の、サイテーションの数、非引用の数は6943、 H インデックスが47になりました。ということで、この上半期はすごくいい、14本も論文が出たというのは、今までで多分最高記録ですね。ということで、今回は特別にその、2020年、上半期の、論文、お気に入り論文ベスト5を、この14本の中から選んで発表したいと思います。でまず、第5位なんですけども、第5位はこちらですね、マテリアリアっていう、エルゼビアの、新しいできた、ジャーナルですね。エルゼビアのアクタマテリアリアとかスクリプタマテリアリアっていうのが我々一番ターゲットにしている、雑誌なんですけれども、そこで、新しくマテリアリアっていうのができまして、そこに投稿したもので、On the distribution of the trace element vanadium and chromium in aluminum zinc silicon alloy coating on a steel ということで、これ鉄の板の上にこうコーティングするという話なんですけれども、建材としてですね、すごくオーストラリアでは、ね、ブルースコープスティールという会社の、すごいいい商品があるんですよ。カラーボンドっていうのを聞いたことあるかもしれませんが、ゼンカロイとかいうのは聞いたことありませんけども、すごいこういいもので、屋根とかそのいろんなところに使われてるんで、フェンスとかいろんなところに使われてるんですけれども、それで、オーストラリアを代表する商品になると思うんですけども、で、そういうのに関わる話であって、オーストラリアのシンクロトロンを使いまして、すごい少ない量 PPM レベルのバナジウムであるとかクロミウムがどこに、そのコーティング材料のどこに存在してるかっていうのを世界で初めて見つけ出したということで、これはね、苦節4年間かけて書き上げた論文ということで、もう感慨無量なわけなんですよ。ということで、第5位は、この、論文にいたします。で
次は、第4位。第4位は、こちらですね。第4位はこちら。で、第4位は、マグネシウムテクノロジー2020ということで、今年の、3月に、サンアントニーじゃなかった、どこだったっけ、サンディエゴですね。今年の3月にサンディエゴであった、国際会議 TMS という国際会議で発表するときに持っていったプロシーディングなんですけれども、実は水素急増合金の水素急増マグネシウム系の水素急増合金の話で、ドクターの学生さん頑張りました。で、タイトルは The Independent Effect of Cooling Rate and Sodium Addition on Hydrogen Storage Properties in Hypoeutectic Magnesium Alloys ということで、実は私はほとんど触れてなかったんですけれども、水素急増合金を発明しまして、2005年かな、発明しまして、大学の中にある、機関を伝って、会社を立ち上げたんですよ。ハイドレキシャっていう、その水素急増合金を使用した水素の蓄積システムの会社を作りまして、一時期は従業員30人以上いるような会社になって、20億円以上の投資が来たんですよ。で、まあ、経営には私は関わってないんですけれども、その大元の研究から派生したもので、非常にこう面白い発見をしたので、これはね、ぜひともやらないといけないということで、その後、今年にジャーナル・オブ・アロイ&コンパウンドというところからも論文出しましたし、続々これから論文が出るんですけれども、まあ、とりあえずはこの TMS での発表したということで、これはあの私の一押しで、で、どこか、まあ、7月になりましたら、後からその僕のマグネシウムに関する水素急増合金の発明に関して、またハイドレキシャという会社を立ち上げたことに対して、ちょっと後々お話しさせてもらいたいと思いますけれども、まあ、とりあえず4位がそれだということです。でもってですね、3位なんですけれども、3位は、フィジカルレビューマテリアルズというところに投稿したものです。採用されたものです。これは、九州大学の学生さんが、PhD の学生さんが筆頭著者なんですけど、私も九州大学のドクターの学生さんの指導者としてやってますので、それで、内容はアトミックロケーションオブマイナードーパント and their roles in a stabilization of ether Cu6SN5 ということで、フィジカルレビューレターといったらもう誰もが憧れるアメリカの、フィジックスの物理学会の、代表的な雑誌なんですよ。で、まあいつかは、まあ、ネイチャーとかサイエンスっていうことではないんですけれども、フィジカルレビューレターに論文が出るっていうのはある意味では一つの大きな目的なんですけども、まあ、それの、まあ、姉妹誌といいますか、まあ、新しくできた雑誌なんですけれども、ですからまだインパクトファクターは載ってないんですけれども、おそらくインパクトファクターは5か6ぐらいになるんじゃないかと言われている非常にこう、ソリッドな非常にいいところに、フィジカルレビューマテリアルズというところに載りました。で、この内容は何かというと、私が昔その発見した動力錫誤というインターメタリックがあるんですけれども、それあのハンダの継ぎ手の中に入っているところなんですけれども、それが、まあ、塗装変態をするということなんですけれども、ニッケルが入ると塗装変態せずにクラックが入らないということが大発見で昔あったんですけれども、実はですね、アンチモンとインジウムとジンク亜鉛ですね、それも動力錫誤の中に溶けるんですよ、中に入るんですよ。ところがカッパーと置換するんではなくて錫と置換するということが言われてたんですけれども、この論文はそれを直接アトムを透過型の電子顕微鏡、最新鋭の透過型の電子顕微鏡を駆使して、そして、第一経理計算で計算もして、それで本当にそれらの元素が錫と置換しているというのを突き止めたというやつで、これはね、
今後絶対にこう引用数増えますね。かなりいいと思います。だってその鈴と痴漢してますよっていうためにはこの論文を引用しないといけませんからね、今度次から研究する人は。ということでこれはもうめちゃくちゃその引用数が増えるんじゃないかなというふうに今思っているところです。でですね、2位、お気に入り論文の第2位は、ACS の、これはアメリカンケミカルソサイエティですかね、だから物理学会じゃなくて化学学会、化学の方の化学学会の方にこう出したやつで、論文は ACS Applied Materials and Interface ということで、これインパクトファクターめちゃくちゃ高いんですよ。なんか8か9ぐらいあるんですよね。というところに出したもので、インターフェイシャルリアクションビトインガリウム&カッパー10ニッケルサブストレートアットローテンパラチャーということで、めでたく、一人のドクターの学生さんが、博士号を取れまして、でその取れた博士号の、まあ、代表的な論文ということなんですけれども、何かというとこれはガリウムというのは液体金属なんですけども、液体金属を使ってハンダ付けをしようということなんですよ。液体金属を使ってハンダ付けをしようということなんですけれども、その時に、まあ、動力数語じゃないんですけれども、カッパーガリウムというインターメタリックスがやっぱりできちゃうんですよ。そのインターメタリックがどういうふうにできてるかっていうのを調べると、ガリウムでのハンダ付けを制することができるということで、この論文もねすごいいい論文だなと思ってですね、これから先ガリウムがどんどんそのハンダ付けダイヤルとして使われれば、でなんで使えればいいかというと、室温でハンダ付けできるんですよ。そうするとウェアブルデバイスとか温度高くすることができないもののハンダ付けが室温でなんとできちゃうということで、これはね世の中変えるなっていうぐらいの、発見なんですけれども、これはもうぜひ、ぜひおすすめしますと言いますか、すごいこれはいい論文だなというふうに思ってます。ということで、第1位と思ったんですけれども、ちょっと第1位に入る前に、まあ、番外編ということで、番外編はこちらですね。でなんで番外編かと言いますと、これ2020年じゃなくて2019年の最後の最後の方なんですよ。ですから、でもね、出たのはね2020年の3月1日なので、一応2020年に入れてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、これも、最近ドクターの、博士論文を提出した方の、論文なんですけれども、 ACS、 やはり ACS アメリカンケミカルソサイエティの ACS の、アプライドエナジーマテリアル、アプライドエナジーマテリアルっていうのは、ACS が出す、ジャーナルの新しいジャーナルなんで、まだインパクトファクターついてないんですけれども、このインパクトファクターもおそらく7か8ぐらいはいくんじゃないかなというぐらいのものですね。で何を出したかといいますと、エビデンスオブカッパーセパレーションインディシエニエイテッド Cu6SNF5 リチウムイオンバッテリーアノードということで、いよいよリチウムイオンバッテリーの世界に私も研究をこう進めまして、でこれは何をやってるかというと、リチウムイオンバッテリーのアノードがあるんですけども、アノードっていう負極ですね。でアノードは、グラファイトを使ってるんですよ。吉野先生のノーベル賞もそうですけども、グラファイトを使ってるんですけど、そのグラファイトが、あんまり、まあいいんですけども、リチウムのデンドライトっていうのができちゃうんですよ。リチウムの電動ライトができやすくてですね、できたら真ん中のセパレートをブチッとこう破っちゃって、それでショートしてブワッと燃えちゃうということが起こるので、グラファイトの代わりになるものをなんかできないかなということなんですよ。それで、今商用化されているものは、まあシリコンで、作ったものとかいうのができてますけれども、それを動力数語でやろうと。動力数語つまり鈴をこう塗ったくれば動力数がこう身を切って生えてきますので、それはハンダの研究で分かってますので、それを応用してニョキッと生やそうと。
スーツを塗ったくってのきって生やそうということでマスプロダクションもできて動力スーツ後がグラファイトの代わりになると。でそうするとグラファイトよりも2倍か3倍そのリシウムをよく吸うので、よりキャパシティが高い容量が大きくなるということが一ついいことがあるんですけれども、それ以外にデンドライトがリチウムのデンドライトができにくくなるっていうのがいいことがあるということが、知られているということで、これ番外編なんですけれども、これめちゃくちゃ気に入ってる論文なんですよ。めちゃくちゃ気に入ってる論文ということで、最後の、第1位今年上半期最もお気に入りの論文はこちらです。ですね、これはですねトランザクションオブザジャパンインスティテュートオブエレクトリックパッケージングということで、ピアレビュージャーナルなんですけれども、これ日本の、電子実装学会が発行している英文誌なんですけれども、インパクトファクターはもうほとんどないんですよ、残念ながら。でもですね、やってる内容は書いた内容というのは、Reducing Cracking in Solder Joint Interfacial CU6SN5 with Modified Reflow Profile ということで、ハンダ付けの話なんですが、今までずっと動力スーツ後でハンダ付けでできてるところにクラックができますよとかいう話をしてたんですけれども、なんと簡単なこの方法をやるとクラックができなくなるということを大発見してですね、もちろんパテントも取ってますけれども、そのどういうことかというと、リフローというそのハンダ付けのベルトコンベヤーで運ばれているようなハンダ付けの方法なんですけれども、その時にだから皆さんの、モバイルフォンであるとか携帯であるとかパソコンであるとか全部その方法で作ってるんですよ。でそれで作ってる時に温度を上げて下げるんですけど、その下げる時の温度をちょっと変換してやるとだけでクラックが全くできなくなって、よりリライアブルな材料ができるということで、実はこれの元になった、発表が、アウトスタンディングテクニカルペーパーアワードということで、実装学会から賞も取ることができたということで、その賞の発表は6月末にあったんですけれども、すごいこうインダストリーにインパクトがあるということで、この論文はね、ジャーナルのインパクトファクターはめちゃくちゃ低いんですけれども、この論文のインダストリーに与える影響っていうのはただものではないということで、これぞ工学部の論文という感じで、もう大お気に入りなんですよ。ということでですね、一番お気に入りがインパクトファクターがめちゃくちゃ低いジャーナルということはあるんですけれども、確かにジャーナルのインパクトファクターというのはすごく重要なんですけれども、一番重要なのは自分のその書いた論文の、価値なんですよ。ですから自分の書いた論文がそう大したことないジャーナルに載ったとしても、みんなが読んでくれて、みんながこうすごいというふうに言ってくれて、しかもサイトしたりそれを使うということでなるので、必ずしもめちゃくちゃいいジャーナルに載せる必要はないということが言えると思いますけれども、まあそこは議論があるところでしょうけれども、少なくとも私は、アカデミックフリーダムということで、とにかくいいジャーナルに載せたいというのも一つありますけれども、それよりもやっぱり論文そのものの将来的にこの論文が非引用数がどんどん増えていくだろうと、それだけインパクトのある論文だということが言えると思います。ということで、今回長くなりましたけれども、上半期2020年の14本出した論文の中の、お気に入りトップ5を発表させてもらいました。それでは。